ヤホエミは、千葉ロッテマリーンズのスタジアムアナウンサー。帯広市観光大使。北海道帯広市出身。1985年、北海道帯広三条高等学校を卒業。高校時代は、野球部でマネージャーを務めていた。その後、札幌大学女子短期大学部に進学し、経営学科経営管理専攻を卒業。短大時代も札幌大学野球部のマネージャーを、務めた。 野球に関わる仕事がしたいと、場内アナウンス担当の求人を探し続け、1990年に、当時のロッテオリオンズへ、経理担当で入社。その後は、球団事業本部広報部所属。1991年、二軍本拠地のロッテ浦和球場で空席ができたため、アナウンス業務を任され、同年8月9日の対日本ハムファイターズ戦で、初めて一軍のアナウンスを担当。 1994年からは一軍本拠地の千葉、マリンスタジアムで、ホームゲームの際に、ウグイスじを務める。1996年10月1日の対、近鉄バファローズ25回戦から、連続試合担当しており、2018年5月18日の、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス5回戦では、一軍公式戦1700試合アナウンス担当。 同年6月1日の千葉ロッテマリーンズ対広島東洋カープ1回戦においてはロッテ主催1軍公式戦1500試合連続アナウンスタントを達成した。2019年7月30日の千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズ13回戦の5回終了時点で公式戦通算1800試合アナウンスタントを達成した。 千葉マリンスタジアム一勝目から2021年8月31日の通算戦勝までを見届けた数少ない球団職員の一人。一方で2002年からは故郷帯広市の観光大使も務めている。語尾が伸びるアナウンスに特徴があり、特にサブローアナウンスする際にそれが際立つ。報道ステーションのスポーツコーナーでロッテ戦の結果の前振りとして 球場のロッテファンがサブローの際のアナウンスを真似るという VTR が流れたことがある。本人曰く、サブローの場合、どこで止めるべきかわからないので、結果として超音が伸びてしまうほか、普通にアナウンスすると暗くなってしまうらしいため、現在のようなスタイルに落ち着いた。このアナウンスはサブローの引退に伴い、2016年シーズンで消滅することになる。 2017年シーズンからは、新人の佐々木選手の際に5尾を伸ばしている。2018年の夏には、ロッテアイスのクーリッシュ、世界クーリッシュ選手権 CM に出演。ゾゾマリンスタジアムのアナウンスブースで撮影を行い、顔出しで商品名を、独特の誤調で読み上げている。8月28日放送の NHK テレビ、サラメシにも、 千葉ロッテの球場アナウンスを20年以上に渡り続ける女性のサラメシで登場。2019年には、マリーンズ球団公式ファンクラブ、チーム26のゴールド会員入会特典で、新定される目覚まし時計に、井口忠人監督、福浦和也選手と共に、朝になりました、おはようと呼びかける声が収録された。2020年冬の新入団選手発表会では、 恒例のロッテ工場見学に行けなくなった新人選手のために、パイの実の64層構造についての説明を、ヤホが行い、パイの実のように層の厚いチームにしていってくださいと締めくくった。ヤホの説明を受けた新人選手は強く心を打たれ、ドラフト1位の鈴木明すぐるは、パイの実が64層からなっていることを教えてもらい、とても驚きましたし、 感銘を受けました。今までは、ただ美味しいとしか思っていませんでしたが、美味しいと世間まで評価されるようになるまでには、深い過程があるのだと思いましたと、ドラフト2位の中森俊介は、64層のパイのみ、最高ですといった感想を述べている。ありがとうございます。